Here they are for one and all. The moments are about to call. Come on and sit down here with me. They're here for you on your TV. They are the moments. They are the moments. So come with me, give me your hand. I'll take you up to Moomin Land. You can fly just like a bird and sing the best song ever heard. There were the Moomins. 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 Ba 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 ba.火星には生き物がいます。それがどんな生き物か皆さんは知っていますか？もしこんな生き物を考えているんでしたら、あなたはとんでもない間違いをしていることになります。もちろんこれはムーミンの友達のスニフですよ。え？なるほど、噂は本当だったんだな。噂って何の噂ですか？火星人がムーミン谷に侵略してくるという噂だ。それじゃあ、あの空飛ぶ円盤には火星人が乗っていたんですね。おそらくな。僕をからかったのかな、あれは。それは分からんが、火星人がこのムーミン谷近くまで来ていることは事実だ。火星は私たちの星よりもずっと高度な文明を持っている。したがって火星人は大変平和的な人たちで、この星に攻め込んでくるなんて考えられないとこの本の著者は言っている。でもあの円盤は確かに僕を狙ってたみたいでした。それじゃあ火星人の円盤ではなかったのかもしれないよ。からかわれたのね。所長さんは火星人がこのムーミン谷へ侵略してくるって言ってましたよ。それは何かの間違いだ。会いたいな、火星人に。そうね、火星人の話は面白いけど、私は畑に行ってきます。ママ、僕手伝う。なんだろう。うちの畑でできたものではないわね。空飛ぶ円盤が落っこちたんだ。火星人が乗っているのかしら。怪我をしているかもしれないね。行ってみましょう。あの穴が出入り口だと思う。変な機械だな。なんだろうこれ。ラジオみたいね。火星人のラジオかもしれない。本当に円盤の中に誰もいない。誰かいるか。や
っぱりお留守のようね。うん、それにしてもこの音気になるな。この円盤はもう飛ぶことができないのかしら。直せるんじゃない？直せる人は誰かしらね。パパじゃ無理だよ。私の考えではこの円盤は爆発してしまうんだと思うわ。鋭いママ。つまり火星人はこの円盤が他のものに渡らないように故障して動かないときは自動的に爆発する仕掛けを作ったというんだね。そうじゃないの？だったら僕たちもここから逃げないと危ないよ。この円盤を運転していた火星人もそれで逃げたのよ。この機械は持っていこう。やっぱり爆発するね、ママ。そのようね。消えた。消えたわね。やっぱり火星人は僕たちより高い文明を持ってるんだ。ここに空飛ぶ円盤があった証拠はこの穴とこの機械だけか。何の機械これ？わからん。ボタンがいくつもあるということはかなりいろいろな働きをするようだけど、このボタンは何かな？パパ、どこに行っちゃったの？バカなことを聞くな。ママ、ムーミンには私が見えないそうだ。そうですわね。実を言うと私にも見えないの。え、本当？本当だ。このボタンを押して出た光を浴びると姿が消えてしまうんだ。パパ、早く元に戻った方がいいわ。そうだな。どうすれば、あ、このボタンを。どうだ、見えるようになったかい？うん。おかしいな。私が押してみましょうか。そうしてくれ。押しました。見えた。これは危険な機械だぞ。一旦姿が見えなくなると自分では元に戻れなくなる。火星人は不思議なものを作るのね。どこか安全なところにしまっておいた方がいいな、ママ。そうですわね。ムーミン、どうしたんだい？そんなに慌てて。変な人見つけたの。変な人？火星人みたいなのよ。クラゲに似ているのかい、フローレン？それが全然違うの。ミーが見張ってるわ。みんな来て。お出かけかね、ムーミンパパ。あ、いや、ちょっと。じゃあその前にちょっとママにお尋ねしたいことがあるんだ。何ですか、所長さん。お宅の畑に空飛ぶ円盤らしいものが落ちたって知らせがあったんで行ってみたんだが、大きな穴があるだけで円盤はなかった。それで？ママが見ているかなと思ったもんで。見たわ。でもすぐ消えてしまったわ。あ、消えた。ええ、消えました。つまりそれは飛んで行ってしまったという意味ですか？ いえ、消えちゃったんです。ムーミンも見てたから知ってますわ。不可思議ですな。不思議です。で、円盤に乗っていた火星人は見ましたか？いいえ。正直に言ってください。なぜ嘘をつかなくてはいけませんの？あ、そりゃそうだ。あ、火星人が侵略してくるという噂があるので私は少し神経質になっているようです。それじゃあ私たち行きますわ。あ、どうぞ。ところで、どちらへお出かけですか？海岸へ貝殻を拾いに参ります。さようなら、所長さん。貝殻探しか。私は火星人探しをしなくては。あ、ここよ。
これが火星人？パパから聞いてたのとだいぶ違うわね。話はしたのかい？ダメ、全然通じないわ。ねえ、君は本当に火星人なのか？ねえパパ、これは火星人の子供だね。泣いてるみたい。きっとお腹を空かしてるのよ。うちへ連れて帰ろう。所長に見つからないようにしないとな。あなたの言ってることさっぱりわからないのよ。でもお腹が空いてることはわかるわ。さ、ミルクを飲みなさい。やっぱり子供だよパパ。火星を恋しがって泣いてるんだ。それじゃこの子が一人でムーミン谷にやってきたっていうの？親がどうして一緒じゃないの？それはわからないよ。でもこの子がホームシックにかかってるのは間違いないよ。所長さん、こんな子供でも逮捕するつもりなのかしら。あの男は職務に忠実だからな。この子は誰にも被害を与えないわ。まったくな。あ、所長さんが来る。まあ大変、この子を隠さなければ。スティンキーが一緒についてくるわ。きっとスティンキーが所長さんに告げ口したんだ。君、食堂へ隠れろよ。動かない動かない。なんとかしなくちゃ。ダメだ、この子動こうとしない。いいことがあるわ。どうするの？あの機械を使うのよ。あの機械？しばらく消えていてちょうだい。このボタンだったわね。所長さんが来たわ。やあムーミンパパ、ここに火星人がいるとか聞いたんだがね。 あららら、これは。なんだこれは。所長さん、大丈夫ですか？いや、これは驚いた。私は一体どうなってるんだ？電球と同じになったのよ。ああ、つまり発光体だな。だがどうして急に。かっこいいわ、所長さん。本当ですわ、光り輝いてとても立派。そう言われてみるとなんだか貫禄がついたような気がする。ちょっと署に帰って部下たちに見せてこよう。きっと尊敬されますわ。あ、それじゃあ皆さん失礼します。ぽっかぽっかお日様、明るいお部屋、坊やはニコニコ楽しい遊び。何してるのあなた。これが残ってたなんて。あれ、君喋れるの？もちろん。これが音声交換装置さ。この超音波を浴びておけば君たちの言葉もわかるし話もできるんだ。これは大変な機械なのね。ああ、君どこへ行くの？今のおじさんのとこ。所長さんに捕まるわ。そうだよ、突然光り出したんで所長さんびっくりして君を捕まえるの忘れて帰ったんだ。行っちゃいけない。おい君。とても惹かれるんだ、あの輝いている様子に。ふるさとのことを思い出すんだ。おじさん、おじさん。なんだい。連れてってよ一緒に。なんだって？光ってるおじさん、とっても素晴らしいよ。ほう、そうかい。僕のふるさとの人はみんなそんな風だよ。そういえば君も電気しているな。いいでしょ、一緒に行っても。残念だが、とても君に付き合ってる暇はないんだ。どうやらムーミン谷に火星人が侵入した気配なんでな。しまった。ムーミンパパのところに火星人が隠れているって情報があったんだっけ。所長さんが戻ってきた。火星人は？後からついてくる。あの子は逮捕されないのかね。僕にもわかんない。
法の名においてこのドアを開けてもらう。いやに形式にこだわった訪問ですね。今度は何の用です？お宅に火星人が隠れているという情報があったので確かめに来たんです。実はさっきもそうだったんですが。火星人？嘘は困りますよ。火星人をかくまっても何の得にもなりません。嘘なんかついてません。私たちは火星人など見たこともありません。ママもですか？ええ、知りません。スティンキーのやつに騙されたかな。よかったわね、見つからなくて。僕あの人と一緒に行く。わかんないやつだな。捕まって牢屋に入れられちゃうんだぞ。でも僕あの人好きだもの。待てったら。そうだ、所長のピカピカを消せばいいんだよ。そうしましょう。早くママボタンを押して。確かこれね、押しました。もうあの人ピカピカしないから何の魅力もないだろう。さあ家へ戻ろうよ。ママママ、火星人はもう所長を追うのをやめたよ。ちょっと来てごらん。光らなくなった所長が元気よく帰っていくから。ママ？ママ、どこへ行ったんだい？ここよ。どこだね。どこにいるんだ？ここよ。あれ？一体どうなってるんだ、ママ？さあね、きっとあの機械のせいだわ。消えてしまったり小さくなったり、全く変な機械だな。いやだわ、エプロンがなくなってる。パパ、ハンドバッグからハンカチを出してくださいな。しかし随分小さくなったもんだ。でもとっても可愛いよ、ママ。しばらくそのままでいるかい？とんでもない。私元の大きさで生活するのに慣れていますからね。機械のボタンを押してください。ママ。なに？機械がなくなってる。え？おい、こら！スティンキー、その機械を返せ！泥棒！パパ！大丈夫、必ず取り戻す。あれ、スティンキー。もっといけねえ。スティンキーを捕まえろ、ムーミン。あの機械が盗まれた。わかった、パパ。おい、スニフ、泥棒を捕まえてくれ。任せてくれ。スニフ、逃がしてくれれば金貨をやるぞ。金貨？3枚、いや5枚。5枚も、ダメだ、盗んだものを返せ。こいつマジに。おい、あの機械はどうした？どこにあるんだ、あの機械は。スティンキーが川の底に捨てちゃったよ。大変なことになった。ママが。ママがどうしたの？あの機械がないとママが元に戻れない。戻れない？仕方がないわね。しばらくすればこの大きさにもなれるでしょ。大丈夫、僕たちが一生懸命面倒を見るよ。体が小さくても自分のことはやれるし、あなた方の面倒だって見られるわ。ただちょっと慣れるのに時間がかかるでしょうけど。
った。お父さんとお母さんが迎えに来た。おーいおーい。空飛ぶ円盤だ。お父さん、お母さん、あー、いいってお母さん、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 あら、喜ばれてるクロイ。死にした、死にした。すげえぞ。あれ、おだこだぼくそ、どうにしたんややにしか、おだぼくそ、どうにしたんややにしか。なら、やらむらやろ。本物ありごとありごと。父と母が皆さんにお礼を言ってます。新しい薬だな。君はさっき叱られていたみたいだね。あ、円盤を勝手に持ち出したからね。ねえ君、ご両親にママを大きくするように頼んでくれないか。わかりました。あ、またおしおしおし。やでむよ、おやすやでむよ。お湯ぼこのやつか。おわ、重いよママ、重い。待ってください、ママが大きすぎるよ。すいませんが、もう一度やり直してください。もっと小さく、私と同じぐらいにしてください。あ、重い、重いよママ。どうですか？あなたは火星人がこんな風だったとは夢にも思っていなかったんじゃないですか？世の中が平和すぎて退屈で仕事がうまくはかどらないってパパが言うんだ。よし、パパのために何か胸がドキドキワクワクするような冒険を見つけてくるぞ。次回、楽しいムーミン一家第17話、ムーミンパパの家で、お楽しみに。